トライアンフアクレームは、イギリスの自動車メーカーブリティッシュレーランドのトライアンフ部門が1981年から1984年まで生産した小型乗用車で、トライアンフのブランド名で生産された最後の乗用車である。1979年に調印された、日本の自動車メーカー、ホンダ技研工業との技術提携によるホンダバラードの英国生産版であった。 1979年12月26日の定型調印から18ヶ月で開発され、英国での生産を開始したアクレームは、この当時としては EC 機内で生産される初の日本車として注目された。当時日本車の輸出は、欧州での市場占有率11%を超えないよう自主規制されていたが、ヨーロッパ製部品を多用したアクレームは、 この規制の対象外となった。一方、BL にとっても、当時は自社製品の品質と信頼性への評価が地に落ちていた時期であり、この面での評価の高かった日本車を自ら生産することで得る面は多かった。アクレームを短所として民営化されてローバーグループとなった1990年代に至るまでホンダ車をベースとしたローバー車の生産は継続された。 バラードとの違いは、フロントグリル中央のバッジ、ツインキャブ化された CVCC ではないエンジン、フォードコーティナの骨組みを用いた独自のシート、当時まだ日本国内では認可されていなかったドアミラー、欧州向けにセッティングを変更されたサスペンションなどであった。エンジンは 1335cc1 種類で、日本のバラードの主力であった 1500cc や、 先代のドロマイトにあった1850、2000cc などの大排気量エンジンは用意されなかった。グレード構成は L、HL、HLS、CD の4種類で、CD にはパワーウィンド、ヘッドライトウォッシャーが標準装備され、当時のこのクラスの欧州車では珍しかった本格的なエアコンも装備可能であった。生産期間中の仕様変更は少なく、 ドアハンドルステアリングホイール、シフトレバーの衣装変更、ヒーターの内気循環スイッチの位置変更程度であった。また、a ボンと呼ばれた限定モデルが生産され、これには本革シートやウッドトリムにトーン塗装、そしてオプションでターボチャージャー付きエンジンが選択可能であった。アクレームは1982から83年に、 かけて英国車販売台数のトップ10に入る売れ行きを示した。これはトライアンフにとって1965年以来の快挙であった。しかし1984年、2代目のバラードをベースにしたローバー200に交代し、アクレームは133,626台を持ってその生産を終了した。それは同時にトライアンフ部門の終焉でもあった。 ありがとうございます。